さんこんばんは。耳かきしてあげるのコーナーよ。今日は私、ルシフェルがあんたの耳をお掃除しちゃうんだから。ゆっくりしていってね。遊びに来たわよ。あれ、ちょっとちょっと、なんか元気ないわね。何かあった？ああ、そういえば最近忙しいって言ってたわよね。私に何かできればいいんだけど。あ、そうだ、耳かきなんてどう？自分でやるのと人にやってもらうのだと全然違うと思うわ。横になるだけでもリラックスするっていうし。そうと決まれば早速やるわよ。あんたの部屋に耳かきってどこにあるの？チコしろ。それともここ？あったわよ。さあ、私の膝の上に頭を置いて。あ？どうかした？恥ずかしい？ちょっと。そんなこと言ってたらできないでしょ。早く来なさいってば。わかればよろしい。さて、じゃあ、右からお掃除していこうかしら。お邪魔しまーす。心配しなくていいのよ。どんと任せて。これならいいんだから。誰かの耳をこんなに見たの初めて。あんたの耳ってこんな形なのね。くすぐったい？くすぐったいからって動かないでよね。万が一傷つけちゃったら大変なんだから。こっちも緊張してるんだから、そういうこと言わないでよね。本当に痛いとこない？少しだけ奥を掃除していい？右は終わり。それじゃあ次は左ね。ほら、頭上げて。そうそう。始めるね。今度はくすぐったくても動かないこと。いいわね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
私には見えてるんだから。ね、さっきより上手くなってると思わない？うん、うん、私ってばやっぱりすごい。一回やっただけで完璧にコツをつかんだわよ。うん、うん、うん。それじゃあ次は上の方ね。ダメって言ったでしょ。もうゾワゾワするって。もう我慢しなさい。綺麗。こんなものかしら。あ、いや、ちょっと待って、もうちょっとだけ綺麗にしましょう。せっかくだし。耳を触ってたいとかじゃないからね。これで大丈夫。最後の仕上げよ。後ろについてるふわふわ。あ、これって梵天っていうの？これも使って。あんた寝ちゃいそうね。もう少しで終わるから。もうちょっと起きてね。よいしょ。このふわふわ気持ちよさそうね。これでお耳は両方綺麗になったわよ。お疲れ様。どう？ちょっとはリラックスできたかしら。いかがでしたでしょうか。疲れた時はまた聞きに来てちょうだいね。以上、耳かきしてあげるでした。